ジェームズ・アレン・フーバーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州アルゲニー郡エリザベス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、独立リーグアトランティックリーグの歴史ントンレジェンズ、所属。2008年に MLB ドラフト10順目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。2011年11月16日に、ブレーブスの40人枠に加えられた。 2012年4月1日に、ファンフランシスコとのトレードで、シンシナキレッツへ移籍した。4月25日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、メジャーデビューを果たした。6月に、請求の問題でマイナー落ちし、最昇格は8月になった。最昇格後は調子を上げ、最終的には28試合に登板。1勝0敗1セーブ、防御率2.05ホイップ0.98。 脱三振率9.1という素晴らしい成績をマークした。2013年はチームトップの69試合にリリーフ登板。前年と同様シーズン後半に調子を上げ、後半戦の防御率は1.67だった。通年では防御率2.865勝5敗3セーブホイップ1.11、脱三振率9.1という好成績をマークしたが、 満塁の場面で左率545.3本塁が、下位打線によく打たれるなど、課題となる点も浮かび上がった。2014年は、7月に、本拠地のグレートアメリカンボールパークで延長戦3敗を喫する、チ記録が出た。全体では54試合に、リリーフ登板したが、防御率4.881勝10敗、ホイップ1.39という成績に終わり、 大幅に調子を落とした。前年と同じく、ピンチに打たれる傾向は変わらず、自前で13本もホームランを許した。一方で、62.2イニングで75個の三振を奪い、自己ベストの脱三振率10.8をマークするなど、能力を発揮した面も見られた。2015年は67試合に登板し、通算200試合登板を達成。 防御率2.94、自己ベストの8勝2敗、ホイップ1.17という成績を残して活躍し、前年の不調から脱却した。2016年は、アロルディス・チャップマンの遺跡で、シンクローザーとしての期待がかかったが、開幕からゼフ不調でマイナーアウチを経験。ついには8月4日に40人枠外となり、10月12日に FA となった。 2017年1月10日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月31日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。12月1日にノンテンダー FA となった。2018年1月10日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。4月7日にアクティブロースター入りしたが、4月10日のセントルイスカージナルス戦で10回裏から登板し11回裏にマットカー・ペンターにさよなら2点本塁打を打たれ、敗戦投手となり、4月11日にディーフとなり、4月13日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスに降格した。 4月16日に FA となった。2019年2月12日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。11月4日に FA となった。2021年6月14日にアメリカガソシエーションのカンザスシティモナークスと契約したが、2日後の6月16日に アトランティックリーグの歴史ントンレジェンズに金銭トレードで移籍した。91から95マイルパーワーのフォーシームと73から78マイルパーワーのカーブの2球種が主体の投球で、左打者にはチェンジアップも一定数投げる。スライダーは右打者相手にごく稀に投げる。ありがとうございます。